せーの、アメップ安心通信。今回は9月にアウェップが主催し開催しました夜間中学を描いた映画こんばんは2の上映会とシンポジウムでのお話を2回に分けてお届けします。まずは夜間中学の現役の先生井ノ口先生の夜間中学について、映画に出演された恵比寿カリナさんとの出会い、そして学ぶことは生きることというお話です。FM YY。 この番組は公益信託神戸まちづくり六甲アイランド基金の助成を受け制作しています。失礼します。ではまず夜間中学校ということについてお話なんですけど、本当にもう全国バラバラでもう様々なんです。で、公立と自主、もう特に自主の方はもう完全にボランティアで、学びたい人のために、集まって、そこで教えながら学ぶっていう、そういうふうな集まりをやってるのが自主夜間中学校になります。だからこれもその自主夜間中学校、自主夜間中学校によって、バラバラなんですけど、公立はどうかというと公立も実はバラバラなんです。というのが戦後の混乱期、青空学校とかいろいろ言葉聞いたと思います。聞かれた方たくさんいらっしゃると思うんですけど、戦争の後、焼け跡で、さあ授業しようにも学校がない、校舎がないところでみんなが集まって勉強を始めた。そこから夜間中学校始まるんですね。ですからそれぞれのできている家庭もさまざまなんです。最初、今まで来てた子が学校に来なかった。で、訪ねてみるとやっぱり労働とかそういう状況で来れる状況じゃなかった。でも勉強は必要だと考えた当時の先生たちが手弁当で始めたのが夜間中学校でした。ですから戦後の夜間中学校は学齢期の人も、それから今日では学齢を超えた人が基本的に対象になってますけど、さまざまな形で始まっています。今は映画に見たようにいろんな方が集まってきて、そういうふうな方たちへの学びの場になっている、そういうところですかね。卒業までは前日の中学校と同じように3年間かけて卒業するっていう形なのか、そこも個人の事情に合わせて選んだりできるっていう状況なんでしょうか。はい、そこも実はかなり自由になってまして、神戸の場合は原則、3年です。事情があって伸びる場合もあるんですが、地域によってはこれが6年だったり9年だったりいう場合もあります。で、3年とはいうものの、例えば入ってこられる時点ですでに社会生活をしているので、もう中学校2年生ぐらいまで終わってるよっていう人は3年に入る場合もあれば、あるいは次高校、中学校の卒業資格を得て高校に進学したいんだっていう、早くその資格が欲しいっていう人は3年生に編入される場合もあります。だからもうその人その人に応じて、いろいろ対応していくっていうのが夜間中学校です。お聞きしていると非常に個人個人の事情だったり状況というものに合わせて臨機応変に対応していくということで、入学の時点で割としっかりとその入学を希望されている一人一人の生徒さんのお話を聞いて、どういうふうな形で入学を進めていくのかっていうようなことの相談の時間を取ったりするのかなと思うんですけれども、こう入学するにあたっての条件とか、入学前にどういった話し合いが行われたりのかするのかということを少し具体的に教えてください。入学の時には面接という形をどこの学校も取っています。公立の夜間中学校面接という形を取っているんですけど、どれくらい の, 学力、その学力ができないから切るということはないんです。ひらがなから足し算から
勉強していきますので、そういうことはないんですけども、入ってきた時点でじゃあどのコースにどんな目的でどうやって入るかっていうことは最初の時点でいろんなそれぞれの学校で確認しています。例えば西野文工の場合は、最初に国語と算数数学英語についてはちょっとやってもらって、じゃあいざ通った時にどのクラスにどんな授業内容のところに行ったらいいかっていうのを最初に聞いた上で入ります。それからよく勘違いされるのは、日本語の勉強のためだけに夜間中学校に来るという方がいらっしゃるんですけども、その方についてはそれは違いますと。学校文化全体、学校というものが必要な人にここはあるわけで、じゃあ日本語だけやったらいいわという方についてはそれはまた別のところで勉強してくださいということで、最初にたくさんじっくりその話をしていただいたり、あるいは実際聞いてみると、まあ、体験で見に来られるんですけど分からない場合もあるので、しばらく体験期間を設けるとか、そういうような形で対応しています。そういった中で映画の中でも非常に学びたいっていう気持ちを持っている理由っていうものもそれぞれ様々でっていうようなことだったんですけれども、先生が勤めされている、西野文工の方では今どういうような学生さんが学んでいるのか、あるいは、先生在職されて西野文工は6年かと思いますけれども、そういった時間の経過の中でどんなふうに、学生さんたち生徒さんたちの状況変わってきているかっていうようなことを教えていただけたらと思います。僕が来た時にすごく人数バランスが変わったんですね。2014年に、西野文工に勤め始めたんですけど、その時まではオールドカマーって言ったらいいんですかね、在日韓国朝鮮の方とか中国残留孤児で、引き上げてこられた方、あるいはその関係者の方が多かったんですけど、僕は来た年に、ベトナムの方とか他の国籍の方とかが逆転しました。人数構成がそういうようになっていきました。で、来た時にも日本の方もすでに少なかったんですが、今も日本の方はすごく少ない、状況になっています。で、小規模で今、29名か、いう人数でやっております。で、映画の中では男性女性年代も様々だったんですけれども、先生の学校では今はどういった状況でしょうか。やっぱり圧倒的に女性が多いですね。それはこの映画にあった通り男尊女卑の考え方がこのアジアにはすごく多くて、その影響がすごくあると思います。もう一つは今、ベトナムの方がうちの場合多いんですけど、難民で来られた方が一旦帰国した後に伴侶を得てこちらへ来て、その方が2世の方の奥さんとか旦那さんとかがその対象になっている場合が多いんですけど、どうしても男性の場合は働く時間が長くなっているので、これも経済的な問題とか男女の構造の問題とかがあるのかなと思っています。ですから2つ、その経済面での理由と男尊女卑の歴史的な経過の問題と2つがあって、今そういうバランスになっているかなと思っています。映画の中では、日本人の、学生生徒さんで、不登校などが理由で、夜間中学校だ第二の学びの場としてもう一度再入学してっていうようなご紹介もあったんですけれども、外国籍の、外国につながる学生さんと、日本人とっていうのではそちらはどういったようなバランスでしょうか。9割外国の方ですね。そういったような非常に多国籍多文化な状況の中で学校が今進んでいるかと思うんですけれども、そういった多様な状況っていうのを中学校の現場ではどういうふうに捉えられているのかとか、入学の時にすごく面接に丁寧に時間をかけるっていうお話もしてくださいましたけれども、そういったようなことに加えて何か特別な対応とか入学後のサポートなんかはあるんでしょうか。
はい、普通の中学校をいわゆる中学校の内容を勉強するんですけど、なかなか日本語の方が難しいので、そのために、理科と社会についてはそれから国語ですねについてはちょっと日本語が難しい方には日本語の授業を実施しています。国語と日本語というと似てる、同じじゃないかって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、全く違うんですね。日本で生まれて日本語を母語として、している人に対する教育と、そもそもの発音から文法からいうので、勉強するのと全く違うので、そういう形で授業をやっています。先生方にしてみると、こう教科を教えるっていうことはご専門かもしれないですけれども、日本語を教えるっていうのはまた違うスキルっていうのが求められるっていうようなこともあって、その辺でなんか対応の難しさとかご苦労されることっていうのはあったりしますでしょうか。はい、難しいのもあるけど、新しい分野に挑戦するので、それは楽しいところなんですね。これも地域によって違って、東京では日本語クラスみたいなのを設けて、で、そのスキルを持った方を配置して、終わったら一般のクラスに入るみたいな、そういうところを設けているところもあるんですが、神戸はそこまで行ってませんし、逆に言うとみんな一緒くたに入るので、そこで優しい簡単な日本語で会話する中で互いに仲良くなっていったりだとか、日本語力の方も向上していったり、お互いの文化を知っていったり、そういうところがすごくいいところだし面白いところだなと思っています。じゃあ少し話変わりますけれども、今日パネリストとして一番、奥に座っていらっしゃる恵比寿カニナさん、先生の、教え子でいらっしゃるというふうにお聞きしているんですけれども、恵比寿さんとの出会いですとか、今回このような形で映画に出演していただいたきっかけっていうのはどのようなことだったかっていうのを少し皆さんにも教えていただけますでしょうか。はい、もともと恵比寿さんは多文化共生サポーター、今日そのシステムを作られた方も来てくださってるんですけども、で活躍されてまして、そのうちに兵庫県に3校夜間中学校があるんですが、清涼、中学校、金城分校、尼崎の学校に行った時に、うわ、こんな学校がある、こんなに年齢超過していても行ける学校があるんだ、じゃあ行きたいっていうふうにそこの先生に相談されたそうなんです。そうすると恵比寿さんがの自宅のすぐ近くに西野分校があったということで、西野分校に来られることになりました。で、他人といっても実はたった2週間だけだったんです、僕が担任をしたのは。というのは恵比寿さんにはその先の夢がありましたので、高校進学も急いでましたから、2週間僕の学年で、体験したと、3年生に入っていって1年間で卒業されて、で映画で見たように夢に向かって邁進されているわけなんですけど、高校でも、そのおかげで素敵な高校の担任の先生と出会えたので良かったかなと思うんですが、そのうちに草田恭子先生という僕の前任の方が、素晴らしい夜間中学校の先生がいらっしゃったんです。1月に亡くなられたんですが、その方が兵庫夜間中学校を広げる会というのを作ろうということを呼びかけてくださって、で3校あるけどもまだまだ足りてないと、でその中で話をしていただく中で誰がいいのかなっていう方でことを考えた時に、恵比寿さんのことがすごくこの方ということで推薦した。で実際素晴らしかったので、公立、国に働きかけるために衆議院の議員会館で毎年のようにシンポジウムを持ってたんですけど、その時に誰かいい人いないかということで恵比寿さんを推薦して、実際それでこの森監督が監督をして恵比寿さんを中心に撮りたいというふうなことになりました。2週間というところから、強い印象があって、映画の出演にもご紹介されてということだったんですけれども、先生多様な学生さんに、中学校の子でも出会われてということだったんですけれども、恵比寿さんはその中でもなんかどんな点が特に印象に残るような生徒さんだったんでしょうか。
まず表現力ですね、それと強い熱意、映画出演とか議員会館で話をするまではそんなに詳しくは立ち入って聞いていません。僕は人生についてそんなに詳しく聞いてないんですけど、もう見ていて分かるし、で、30人に満たない小さな学校なので、もう全員のことを言ったらみんな把握してるんですよ。一つの家族みたいなので、で、この人はっていうものがやっぱりありました。ご本人を目の前にしてちょっと照れるところもあるかもしれないんですけれども、恵比寿さんにぜひ、伝えたいことっていうのは何かございますでしょうか。本当に協力してもらってありがとうございます。夜間中学校が宝だと言われたけれども、僕らにとっては夜間中学生が宝なんです。僕らは添え物なんで、で、ぜひ恵比寿さん、夢は国連で働きたい、で母国に夜間中学校を作りたいとおっしゃってるので、ぜひそこへ向かってやっていてほしいし、何らかのお力になれるようにぜひ僕も頑張っていきたいなと思ってます。僕日本のマララさんだと思ってるので、ぜひ世界に発信しませんかっていう、はい、それが伝えたいことです。恵比寿さんだけではなく、先生が出会われた全ての生徒さん、先生にとってたくさんの刺激だったり宝になるような財産になるような出会いだったんではないかと思うんですけれども、そんな夜間中学で働いていられる井口先生にとってやっぱり時間も遅いので、夜間中学17時から21時っていうような生活が月曜日から金曜日っていうことなので、とても大変な部分もおありなんじゃないかと思うんですけれども、どういった点が井口先生自身のやりがいにつながっているかっていうことも少し教えてください。そうですね、僕だけじゃなくて、多分これ夜間中学校で一生懸命やってる教員みんな同じだと思うんですけど、生徒の姿に突き動かされてるんですね。で、亡くなった草先生もそうでした。ちょっと時間がないので本当は紹介してないんですけど、ちょっとできないんですが、もう学ぶことは生き延びることっていうふうにおっしゃってますけど、もう生きることそのものの美しさだと思うんですね、一生懸命学んでるってことが。だからなんでそんなに一生懸命やるのっていうふうに言われるけど、でも なんか一緒にやってたらそれが当たり前というか、生きていく上で当たり前のような気がします。学んでる方もそうかもしれないけど、教えてる方もそこから学んでるので同じような思いでいますね。で、夜間中学校に勤め始めて、もうこんなに世の中にいっぱいいろんな差別があるんだっていうことは初めて分かりました。残留孤児のこともそうだし、あるいは教職員であって初めて気づいたこともあります。僕中3の昼の学校の担任の時に、君たちの将来は自由だ、頑張れっていうふうに全校集会で言ったけど、全く自由じゃありません。日本国籍でない人は校長先生になれない、そんなことは、そんな不自由があるっていうバカなことが今までほっとかれてるっていうのはね、あまり意識してきませんでした。でも夜間中学校に来て初めてそういうことが分かったし、だから関わればかかるほどやりたいことも見えてくるし、やらなきゃいけないことも見えてくるし、で当たり前のことが何なのかっていうこともちょっと枠組みが変わってくるんですよね。だからとてもこんな貴重な機会を得られてるっていうことも本当にありがたいことだなと思ってます。じゃあ井口先生の方から最後まとめとして何か皆さんに伝えたいメッセージなどあればお願いします。学びっていうのは生きる力を、自分の世界を広げてくれることにやっぱりつながるんじゃないかなと思っています。時間が長くなりそうなのでやっぱりここまでねしときますね。井口先生ありがとうございました。この番組は身近な情報を地域に暮らす外国人女性に届け、そこに暮らす外国人女性と地域とを結び、地域の安心ネットワークを作ることを目指します。ang programang ito ay nagpapahiwatig ng mga lokal na impormasyon para sa mga dayuhang babaeng naninirahan sa lokalidad.
upang magkaroon ng kaugnayan ang mga dayuhang kababaihan sa tinitirahang bayan. Sinisikap na maisagawa ang Anshin Network o Network para sa kapayapaan ng pag-iisip sa bayan. Ang AWEP, Asian Women's Empowerment Project, ay isang samahan aktibo sa Kobe mula taong 1994. Ang Anshin Chushin ay isang aktibidad na nagpapadala ng mga impormasyon na ginagawa ng AWEP mula ng taong 2005. Isa o dalawang beses sa isang buwan ay nagpapadala sila sa pamamagitan ng email ng mga impormasyong nakakatulong sa pamumuhay. Ang mga impormasyong ito ay nakasulat sa wikang Hapon at Ingles na madaling maintindihan. Ang Anshin Chushin ay mapapakinggan sa internet sa inyong smartphone o computer. Kapag maraming tao ang nakikinig sa Anshin Chushin, malalaman ng mga Hapon sa bayan kung ano ang mga impormasyong kailangan ng mga tao mula sa mga dayuhang bansa. Ang layunin ng programang ito ay magkaroon ng kamalayan na ang bawat isa ay naririto kahit ano paman ang nasyonalidad at magkaroon ng mas magandang pagkakaintindihan upang magkaroon ng magandang kaugnayan ang lahat.